はい、こんにちは、さくらです。今日は初心者でも簡単に操作できる VTuber アプリ、ミテネを紹介していきます。ミテネは VTuber を目指す方向けに作られたアプリで、ウェブカメラがあれば誰でも簡単に操作ができるので、興味のある人はぜひ最後までご視聴ください。また、このチャンネルでは、伝えるをコンセプトに、毎回テーマを設けて話しているチャンネルになりますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは、早速やっていきましょう。まず、ミテネがどういったアプリなのかを簡単に説明していきます。ミテネは全部で3種類あります。ミテネフリー V2、ミテネプロ V2、ミテネスタジオの全部で3種類あります。これらの特徴をこれから簡単に説明していきます。まずはミテネフリー V2。ミテネフリーでは V-ROID スタジオなどで作成された 3D キャラクターを読み込むことができます。ウェブカメラがあれば顔認識で瞬きや顔の向き、口の動きを 3D モデルに反映させることができます。また、ディープモーションによる指、腕のトラッキングが可能になります。ディープモーションのセンサーの前にかざした自分の手と同じように 3D モデルの手を動かすことができる機能になります。様々な表情、モーション、エフェクトが入っていますので、それらを使うことができます。3D モデルの他に、3D オブジェクトを使うことも可能です。カメラアングルや背景の変更といった、そういったこともできるようになっています。あとは、ズーム機能との連携。仮想カメラを使うことで、ズームで、自分の姿を 3D キャラクターに置き換えることができる機能です。こちらの方は無料版で利用することができ、Windows 版と Steam 版、Mac 版という3種類でダウンロードすることができます。ご自身の環境に合わせてダウンロードしてみてください。ミテネプロ V2 では、ミテネフリー V2 の基本機能はそのままに、それ以外の機能が充実したバージョンになります。また、ミテネプロ V2 とミテネプロ V2 プラスライブ 2D の2種類があり、ミテネプロライブ 2D におきましては 3D キャラクターのほか、ライブ 2D のキャラクターの操作も可能になっています。先ほどのフリー版と違うところで、高精細フェイストラッキング機能が追加されています。こちらはウェブカメラ以外に iPhone シリーズのカメラを使って高精細なフェイストラッキングが可能になっています。Azure Kinect の対応により非接触ボディトラッキングに対応しています。それ以外に VR 機器による全身制御。他にも高解像で映像出力もすることが可能になります。こちらは有料版になっていて、ミテネプロ V2 の方は2200円。ミテネプロ V2 ライブ 2D は2750円になっています。こちらは Windows 版と Mac 版の2種類が用意されているので、環境に合わせて購入されるといいと思います。ミテネスタジオでは全ての機能が搭載されていて、パーセプションニューロンシリーズに対応しています。これによりボディトラッキングが可能になり、全身を動かすことができます。プランや料金によって変わるのですが、3台までインストール可能だったり、
数の VTuber を同一の画面に表示する機能もついています。プランと料金ですが、年間ライセンスと通常ライセンス、こちらは無期限になります。個人版であれば見てねスタジオ個人版、こちらの 32,780 円を購入されるといいと思います。詳しくは見てねの公式ホームページをご覧ください。それでは実際に見てねを使ってみたいと思います。今回はフリー版を使ってみます。前回 V ロイドスタジオで作ったアバターを表示させています。アバターの表示の仕方は、左側の人型のアイコンをクリックします。そうするとアバターの選択というのが表示されるので、ここでファイルの追加をします。追加したファイルがこのように表示されているので、好きなキャラクターを選べばこのように表示されます。で、この一番上のアバターの表情を変更しますというボタンを押すと、怒りを押すと怒った顔になったり、楽しいだとにっこり笑ったり、目を閉じるとか悲しいとか喜び、まあそういったものが選べるようになっています。で、その下がアバターをモーションで動かします。これどういうのかというと、例えばポージングダメという動きをすると、こうやって手を組んだり、ポージング横向きとか、つま先立ちとか、猫、こういったいろんなねポーズがあるので、好きなものを選んで見ると面白いんじゃないかなって思います。ストレッチなんかもね、用意されているモーションを使えば、まあ、全身を動かしたかのように見えると。で、こういう機能はちょっと面白いですよね。で、こちらエフェクト。エフェクトは、まあ、こういうヒットって押すと光ったりとか、バンとかですね。まあ、毒ガスはまあ目に見えてわかりますね。ただエフェクトはこの一瞬だけ、継続しては表示されないので、一瞬しか表示されません。で、あとはシーン、カメラのアングルの保存。で、あとさっき説明したアバター以外の 3D オブジェクトの配置。こちらを、設定するときに、アバターを、まあ、通常であれば、作ったファイルをフォルダーで開いて、3D の小物を、このように呼び込ませて用意しておきます。で、例えば一番上のこちらの上のファイルを呼び込ませるときに、例えば体のお尻じゃなくて頭につけたいよっていう場合に頭と指定してあげて、で、このファイルを読み込むってやります。で、今読み込んだファイルが大きいやつなんで、この表示中のオブジェクトっていうのをクリックします。で、ここのアバターに貼り付けられているオブジェクトをクリック。そうすると位置とか回転とかスケールっていうのが変えれるようになっています。で、スケールを変えてあげると、ウォールっていうのだと一番ちっちゃくできるはずなんで、こうやってだんだんちっちゃくしてあげて、で、位置を、この Y 軸を上げてあげれば頭に合わせてあげて、
こうすると、で、こうやると頭に帽子をかぶすことができます。で、あとこういった下の、スクリーンショットを撮ったり、まあビデオを撮ったりっていうこともできます。で、背景の設定ですね。背景の設定も緑にして、まあ、クロマキーとかトーカー背景とかそういったものも使えるようになっています。こちらの、キャラクターを操作をするときに、このアプリの場合はここにあるシーンの右側のメニューにあるシーンカメラの操作方法、プラスというか、まあ、十字マークを押したりとか、回転をするときはこっちの矢印のマークを押して右マウスの右クリックしてやらないと回転しないよっていう、ちょっとここが他のソフトと違うので、ここが操作しづらいかなっていうのはあります。で、あとはこの自分のね顔を動かしたいよっていう、まあ、トラッキングは一番上を押してもらって、このフェイストラッキングっていうのを押せば開始されるので、こういう感じ でキャラクター近づけてあげればこうやって動かすことができますよと。で、例えば、こちらカメラとか、そういった細かい設定なんかは、アバターの調整を行いますっていうのから選んで、頭の反応、頭の感度とか、そういったものが選べるようになっています。で、リープモーションとかも、この体とかで選べるようになってますね。で、設定の方でウェブカメラとかも選べるようになっています。カメラの位置をリセットしたい場合はこちらのマークですね、クリックすればリセットされますと。まあこういう感じで簡単に誰でも使えるっていうのが分かってもらえればなと思います。最後まとめになりますが、見てねは無料でも使える、初心者でも簡単、多数の表情や動きが使える、ディープモーションも使える、仮想カメラが使える、有料版で機能が拡張される、見てねを使えば初心者でも簡単に VTuber になることができるので、興味のある人は一度使ってみるといいでしょう。以上で見てねの紹介でした。それじゃあまたねー。